そして今回伊勢シーパラダイスの爪なしカワウソキラリとヒラリが見事1位を獲得いたしました。ありがとうございます。昨年第1回カワウソ選挙1位のブブゼラ君に続いて親子で2連覇を果たしました。失礼しました。はい、今回のですね、2回目のカワウソ選挙はサンシャイン水族館のヤマトを1位に、するためにイベントでですねカードを配ったり、動画を作って SNS で公開したりと、まあ、全力で、勝負したんですが、こちらの、左の圧倒的な、人気を前に、手も足も骨目も出ませんでした。乾杯です。悔しいですが1位おめでとうございます。またこのカワウソ選挙はですね、このイベントを通じてカワウソを取り巻く環境を、知ってもらいたいというのが目的になっています。最近カワウソのペットの需要と、密輸の問題が、注目されております。カワウソの、魅力に気づいた方はですね、ご家庭でペットとして飼うのではなくて、動物園、水族館に、会いに来て、もらいたいです。以上です。表彰状第1位、伊勢シーパラダイス、ヒラリ。カワウソの魅力発信に多大なる貢献をされたとともに、当大会を飼育員と力を合わせて盛り上げてくれました。よって、その功績を称え、これを表彰します。今後も伊勢シーパラダイスにおかれまして、カワウソたちの魅力を発信してください。生き物 AZ 運営チーム。さあ、それでは続きまして、ヒラリへのカワウソ用の表彰状の授与です。代表しましてヒラリが受け取るようです。皆様ぜひ動画モードにしていただいて、こちらの頑張ってるお写真動画撮ってあげてくださいね。さあ、どちらが受け取るんでしょうか。おめでとうございます。はい、ヒラリ君本日のために練習をしておりましたが受け取れないですね。こんなハプニングが立ちましたが、ヒラリ君表彰状は受け取れますでしょうか。先にお客様の受賞をいただきました。ヒラリ君、表彰状も受け取っていただきたいです。はい、皆様こんなハプニングもありますが、温かい目でご覧くださいね。さあ、それではキラリ君が受け取ってくれるようでしょうか。どうでしょう。はい、受け取れました。皆さん、キラリ君表彰状を受け取ることができました。ありがとうございます。さあ、それではヒラリ君は少し離れていますが、表彰式続けさせていただきます。続きましてトロフィーの授与です。それではありがとうございます。ありがとうございます。こっち向いて、おかえり。さあ、それでは最後は副賞の豪華お魚セットです。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。味見もしました。ありがとうございます。味見終わったって。はい、ヒラリ君も戻ってきたということで、ありがとうございました。高宮様、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、今日もありがとうございます。はい、遠くからサンシャイン水族館高宮様はじめスタッフの方々、今回第2回カワウソ選挙の運営、そして、ね、このような機会を設けていただきまして、本当にありがとうございます。この場を借りて改めてお礼を申し上げさせていただきます。本当にありがとうございました。さあ、また今回は地元の方々をはじめ、たくさんの、ね、カワウソファンの方々にも応援をさせていただきまして、吸ったもん出しておりますが、はい、見事ね、2連覇獲得することができました。さあね、ブブゼラ君、その時
はね、残念ながらブブゼラ君、1位の報告を聞くことなく天国へと旅立ってしまったんですけれども、やばい今回はね、この子たちと一緒にお祝いすることができて、とっても幸せに思っています。生まれた当初は毎日命の危機と戦いながら、日々綱渡り状態でしたけれども、1年半経ちまして、こんなに立派になったのをうずらに報告できること、とても幸せに思っています。皆様も、この子たちが生まれてからいろいろ応援していただきまして、本当にありがとうございました。本日はお集まりいただきまして、どうもありがとうございます。やり直しよ。